ました。これでメダルが確定です。藤井さん、この瞬間って何考えてますか？いやもう、ほっとした気持ちでした。本当に勝つのは多分当たり前って思われてたので、もうすっごいほっとしました。要するにそれはランキングが下のチームに対してのプレッシャーがあるってことなんですね。そうですね。もうそのプレッシャーでしたね。はい。さあ、そして迎えた決勝戦。相手は今度は上、世界ランク2位の中国ということですね。やっぱ中国強かったですか？そうですね。でもまあ1セット目にもう少し頑張れてたらなっていうのが、はい、あります。1ゲーム目はあっさり取られちゃったんですもんね。これ、2ゲーム目に向けては、柿尾さん、この時は何を話してました？いや本当にもう毎回毎回なんですけど、もう楽しくこう少しでも長くラリーして少しでも長くコートにいられるように、まあ、本当に楽しくできたらいいねっていうのを話しました。藤井さんはそれに何て答えたんですか？あ、私が話しました。あ、そういうことですね。やっぱり先輩ですもんね。はい。さあ、そして、2ゲーム目こうやって日本が押していく場面も見られましたよね。この辺りはいい流れだったんじゃないですか？やっと思いっきり私たちらしくできてるなっていうのを感じたところでしたね。このね、3連発、これ良かったですよね、柿原さん。はい、そうですね。このあたりも精神状態というか、どんな気持ちだったんですか？いや、この時もう本当に体も戻ってきてたので、ただ思いっきりやるだけって感じで必死でした。コンビネーション完全戻ってましたよね。これもいけるんじゃないかなっていうことはありました、やっぱり。いけるんじゃないかなっていう感覚はちょっとなかったんですけど、ね、あんまりそこは見てなくて、とにかく一ラリーでも多くって思いながらやってました。じゃあ、そしてこれ中国のマッチポイント、絶対絶命のところですけれども、粘りましたね。こういう時って、2人のこう、なんでしょうかね、気持ちというのはやっぱり一つになってるって感じなんでしょうかね。そういうの感じます？あ、はい、もう噛み合ってたので感じました。そして今度もまたマッチポイント、これ何度も何度もラリーが続くんですよね。これ7回、8回、16を超えてまだ続きますよ。まだ続く。止めてる、もう息止めて。はい、ということで23回ですよ、23回。よく藤井さん打ち返しましたね。どういう、こう気持ちでした、この時って？いや、もう結構頭真っ白で返すことに必死でした。あんまり考えなくてやってたってことなんですか？そうですね、もう返すことで必死になりすぎて。しかしその粘り及ばず、最後は中国のペアを決めて、柿尾さん、藤井さん2人は銀メダル獲得ということになりました。ただね、ダブルスに出ていましたスエスナさん、前田さん、そして塩田玲子さん、ミックスダブルスもうね、見守っていてくれたんですよね。なんか目が潤んでるのがよく分かりました。そして表彰台に上ったわけですけども、どうでした？日本バドミントン初の表彰台っていうのは、藤井さん。私たちがその日本初のことをやったっていう実感がまだなくて、まあ、でも国旗が上がった時っていうのはすごい本当にうるってくるものがありました。秋岩さんはどんな風に上で何を見たんですか？上で先輩たちがこうカメラを向けてくれたので、それに向かってピースしてました。なんだ、余裕だったんですか、最後。藤井選手、緊張したとき本当に体が思うように動かなかったとおっしゃってましたが、柿川選手は初戦が一番緊張したということを伺ってるんですけれども。そうですね、オリンピック初めてだったので、やっぱり経験したことがない分緊張感もありましたし、でもいつも初戦あんまり入りが良くないんですけど、今回すごいいい入りができたので良かったです。
緊張はしたけれども、その分、その手応えも感じられたってことですかね。はい、そうです。何が一番良かったと思います？その精神状態をうまく持っていけたと。初戦にしてはすごい落ち着いてできたかなと思います。さあそして一方藤井さんは2回戦 の, あのシンガポールとの対戦が一番印象に残っているというふうに伺いましたけども、それはどうしてですか？緊張せず私たちらしくできたんですけど、はい、まあ、接戦で負けてもおかしくない状態であの長いラリーなどを制して勝てたっていうところで、まあ良かったっちゃ良かったんですけど、まあ、負けるかもっていう緊張感は結構ありました。そういうのってどういう時に乗り越えられるものなんですかね？もう切り替えるっていうか割り切るっていうか、もう本当にもう仕方ない、切られても仕方ないやみたいな感じで思うことによって多分いいプレーにつながったんじゃないかな。その試合の思い出っていうのももちろんたくさんこうお持ちでしょうけども、ロンドンで今回過ごしてみて一番思い出に残ったことってお二人何ですか？例えばじゃあ滝川さん何でしょう、まあ、物でもいいですよ。やっぱ試合ですかね。そうですね、試合です。藤井さんは？実際私たち試合が終わった次の日はいろいろ忙しくて、その次の日にも帰ってきて、なかなかその何かを満喫することもできなかったので、まあでも最高にいい試合ができたので、もう本当それしか印象に残ってないですね。今大会ちょっと振り返ってみますと、はい、無気力試合っていうのがあって、決勝の組み合わせが変わってくるっていうのがありましたよね。あれニュース聞いた時どういうふうに思われました？そうですね、やっぱり驚いたっていうのが一つと、本当にそうだったのかなっていう信じられない気持ちっていうのが大きかったですね。秋葉さん、そういう話を聞いた時に何でしょうかね、その動揺みたいなものっていうのは、まあ、藤井さん、柿浦さん、お二人、なんかありませんでしたか、そういうの？特に動揺っていうのはなかったんですけど、やっぱり私もすごいショックでしたね。ショックを受けたってことは、まあ、少なからず何か感じてたってことだと思うんですけども、試合に向けて、そのあたり、二人でなんかこう話し合ったようなことはあるんですか？特に話すことはなく、まあ、多分あえて話さないようにしたというか、まあ、私たちのグループにはそういう選手はいなかったので、やっぱり目先のことだけをしっかりお互い考えるっていう意味でも、まあ、それについて深くは試合前には話さなかったです。話さなくても柿岩さん、それは分かってました。分かったとしてもそうですね、自分も口にはそんな出さなかったんで。さっき見つめ合う2人が本当になんかこうお互いのことよく分かってるなっていう、なんで嫌がってるんですか、その2人。もうあれですか、本当にそんなに言葉交わさなくてもお互い考えてることってもう大体分かったりするんですか？そうですね、でも、はい、まあ、長いこと一緒にいてある程度分かるようになりました。試合中はでも結構声をかけるシーンありましたね。はい、あそこはどちらが主導でどういう声をかけたりしてますか？基本的には私が声をかける、はい、ですけど、まあでもやっぱりオリンピックっていうせっかくの舞台なので、もう楽しむことが一番だと思って、もうパートナーにも楽しんで楽しんでっていうことを心がけて声をかけてました。楽しんでって言われて、柿岩さん楽しめるもんですか？そうですね、調子がいい時などはすごい楽しめるんですけど、やっぱり中国戦の1ゲーム目とかはすごい緊張してて、傷っちゃってて、先輩に笑えてないよって言われて、本当にお二人からその笑顔で笑顔でっていう言葉よく出てきますけども、その笑顔のやっぱり力っていうのは大きいですか？それは本当に今回のオリンピック通してすごい大きいことだなっていうのを感じました。だからやっぱりお二人笑顔っていうのが見てた皆さんの印象に残ったみたいで、パックがこの NHK に送られてたんですけども、はい、やっぱ笑顔なんですよ ね, すね、はい、ちょっと見てもらいましょうか。はい、モモコさんからね、はい、笑顔、このお隣もおめでとう、銀メダルおめでとう。これ髪型とかもね、よくすごく上手に描かれてますね。さすが女性、見ると違いますね。
はい、お二人の粘り素晴らしかったです。ああいう本当にね、あの二人で頑張って頑張って繋いでるところを見ると、なんかこう胸が熱くなる感じがいました。